はい、今日の反省点は、まあ先制点早い時間帯で取れて、まあ前半は全然自分らのサッカーもできてたし、そうですね、まあそれを後半やっぱりちょっとできなかった部分は、まあ次の武蔵野戦に向けて、まあみんなでしっかり練習してやっていかないところだと思います。では良かったところは、まあ良かった、良かったところは、まあ久しぶりに、ね、自分らが先制点取って、まあ優位に進めれた部分もありましたけど、やっぱりもう先制点取って、まあ、2点目が取れないっていうのが、ね、自分らの課題なんで、まあ、次はそこで取ってたらね。そうですね。誰の得点でしたか？園田選手。いや、僕じゃないですよ。あ、じゃないですか。で、ダナではないんで。オッケーっす。まあ次もしっかり武蔵野戦に向けて、まあ、全員流れの中で取りたいですね。あ、そうですね。はい。まあ次しっかり準備して絶対勝ち点3取れるように頑張ります。お疲れ様です。